子どもたちに関することを勉強したいという学生さんが集まって勉強するところです。現実的には、小学校の先生の免許を取ったり幼稚園の先生の免許を取ったり、あと保育士さん、あと新しく特別支援学校の先生になりたいといったような具体的な目標を持っている学生さんが集まっている、そういった勉強をするところであります。それ以外にも先輩方の中には子どもに関係する企業に勤める学生さんもいらっしゃいましたので、必ずしもそれに限定されるというわけではありません。本当にバラエティに富んだ先生方いらっしゃるんですけども、私もそうなんですけども、もともと小学校の教員であったりとか幼稚園の先生であったりとか保育士さんを経験された方とか特別支援学校の校長先生であった人とか現役のお医者さんであったりとか、そういった各現場のプロの方がいっぱいいらっしゃいますので、そういう方々の下で勉強ができるところです。やはり子どもたちのことが現実のものとして話すことができる学生たちは、私たちがその現場の話をすることに非常に興味を持って聞いてくれますので、授業の中でもね、やはりそういった子どもがこんなことしたよっていうようなことがあると学生たちの聞き具合もねかなり違いますので、子どもが好きだなっていうふうに入ってきてくれる学生にとったら非常にいい環境ではないかなというふうに考えています。本学には併設の小学部幼稚部がございますので、1年生の時から学生を連れてそういうところに見学に行ったり遊びに行ったりとかいうこともございますし、2年生になりますと、インターンシップっていうものがありまして、授業でもそういうところに関わったり、で3年生以上になると現実のその小学校や幼稚園や保育所などに行って実習、これは免許のための必要な科目なんですけれども、実習実技といいますか、子どもたちの場に行くことは非常に多い学科になります。やっぱりやってみるということが大事ですので、それとあと子どもたちにやらせる以上は自分たちも体験していないと教えることはできません。本当に遊びの方に思われてしまうかもしれないんですけど、僕の授業だとペットボトルロケットを飛ばしたりとか、あと火起こしですね、そういったようなことを、やったりもします。小学校の授業の中では、最近必修になったんですけども、プログラミング学習なんかが始まりましたので、それに合わせまして、ロボットを組み立てて、小さなロボットを、プログラミングをして、操作するというようなことも体験させています。特別なことではないんですけども、そういったことを通して、自分たちがやってみて、あ、どうすれば子どもたちがこんなことに気づくかなとか、どういうところにつまずくだろうかなとか、そういうようなことが分かってくると思うんですね。そういったことはやってみないと分かりませんし、そういったことをきちんと勉強してもらいたいなというふうに思って、そういうような一見遊びのような授業でもやらせていただいています。併設で幼稚部と小学部がありますので、そこにすぐ行って、実際に子どもたちがどういう動きをしているのかっていうのを見たりだとか、あるいはこう子どもたちと直接関わったりだとか、例えば小学校の先生になりたいっていう子であっても、例えばそのちっちゃい幼稚部 の、ね、その小学校に上がる前の 子どもたちってどうなんだろうとか、その逆もそうですね、その幼稚園とかに行きたい仕事をしたいっていう子が、その育った後どういうふうに子どもたちはなっていくんだろうっていうのを身近で感じられるかなと思います。他の大学でもそういうふうにいろんな免許資格を取れる大学は多くあると思いますが、自分の専門の例えば小学校の先生っていうの知識だけではなくて、それ以外の周辺のって言ったらあれなのかもしれないですけど、そういったことがこうまた学べるのかな、それによってこういろんな価値観、いろんなものを学び取ることができるんじゃないかなとちょっと思っております。子ども系学科では、奴隷民民というボランティアサークルがありまして、自主的な参加でやってるサークルなんですけれども、支援を必要とする子どもたちと、その保護者も含めてですね、そういった方々と実際に関わりを持って支援をするような活動をしています。ですので自分の免許だったりとか、その対象としている子どもだけではなくて、じゃあそういった子に対してどういう支援が必要なんだろうだとか、
あるいはどういうふうに関わっていくんだろうかっていうことを、体験的に学ぶことが、できるっていうことではないかなと思っております。はい、体育の授業を主に担当しているんですが、体育というとどうしてもこうなんかできたりとか逆上がりやったらちゃんとできるとかそういうことを求めがちなんですけど、そうではなくて、いかにじゃあ運動をする、体を動かすっていうことが、子どもにとって楽しいことなのか、楽しいからみんなやるみたいなことを私自身は目指していて、学生にもそういったことを捉えてほしいなと考えています。ダンスですね、ダンスとかをやる、もうや授業の中でやるんですが、私自身もダンスがすごい苦手っていうのもあるんですが、得意な子だけが綺麗に踊るようなダンスではなくて、じゃあ自分たちでちょっと振り付けをなんか、もう何でもいいからこうやってみようっていうので振り付けをやさせたりしてるんです。そうすると最初のうちはとか言ってる子もなんかみんなでいろいろ考えながらやっていくと、最後の方は本当にもちろん見た目そんな綺麗に踊れてるわけじゃないし、みんなが全員揃ってるってわけでもないんだけれども、学生たちはすごい楽しそうにやって、終わった時にやーっていうような叫び声を出しながらっていうことをやってるんです。やっぱり、先生だったり保育士だったりとかが、実際に運動する時は先生自身がやっぱりそれが楽しいよっていうことを感じながらやってるのかどうかっていうのは子どもに伝わる度合いは全然違うんじゃないかなと思うので、やっぱり先生自身が得意ではなくてもこれって楽しいよね、こんな感じでいいんだよっていうのでやると、子どもたちもその苦手としている子どもたちもうまくできなくても参加するようになるし、動くことが楽しいっていうことを感じられるのかなと、はい、ちょっと思っております。はい、この学科のキャッチフレーズは体験、発見、貢献っていうふうに3つあるんですけども、まずはやってみてなんかこう気づくっていうことが大事だと思うんです。なんかこう絵空事でこう思ってることって限界があるんですけど、手を使って感じることだとかですね、なんかこう気がつくことっていっぱいあるんです。よく子どもの目線って言うけど、物理的な目線だけじゃなくてですね、子どもだったらこんな感じなんじゃないかっていうことで、実際体験をしながらいろいろ気づいてほしい、その気づきが発見になると、将来的にはそれを実際実習の現場だとか、先生になったり保育士になって、それを生かしてほしいということで貢献と、ちょっと語呂合わせがいいんですけど、体験、発見、貢献というふうにキャッチフレーズでは言っています。実践遊び学っていう授業なんですけど、例えばじゃあ風車にしましょう。風車を作ってるわけじゃないんですよ。風車を作ることを通して安全な材料だとか簡単にできるだとかということをどう考えていくかということがとっても大事で、風車子供が持ったらどうするでしょう。走るわけですよ。走るってことは次は転ぶわけなんです。で、転んだ時に口に刺さったり顔に刺さったりしないように、単に風車作るんだったら硬い素材で作ればいいんですけど、転んでも大丈夫なように柔らかい素材で作ろうとかですね、身近にあるもので作ろうとかですね、尖ったものを使わないんだとか、ほぼここら辺で周りにあるものでできるように作る風車なんです。だから風車を作ってるんじゃなくて、風車を作ることを通して子どもにとって安全なもの、あとは楽しめるもの、あとそれから何か刺激を受けるものを作ってみようと、私はその授業を担当しています。大体取る免許がですね、保育士と幼稚園の、免許で、未就学児を見たい、それからあとは小学校の教諭と、あとは特別支援学校の先生、あとプラス、司書教諭、幼保かもしくは、小学校の中心に勉強していきたいという、大体その2つのグループに分かれると思います。全てがうちの学生は必ずしも保育士にならなきゃいけない、幼稚園の教員にならなきゃいけないということじゃなくて、例えば写真を撮るスタジオで子どもを相手にするだとかですね、何か子どもと関係したものがきっとメリットになるはずなので、大きなメインとしては資格を取りましょう、免許を取りましょうっていうのはお勧めしますけども、なんか将来そんな仕事があってもいいんじゃないかなと思うんですよね。そこが強みになっていくので、なんかそういうご希望がある人も素敵だなと思います。子どもたちにたくさん目をかけたいっていうので、少人数クラスにしたいっていうことがあるので、いろんな募集がありますので、おかげさまでもう 100% に近い就職率になってます。
まずは学生になったらですね、目標を持つということです。ゴールがあって、あんな先生になりたい、あこういうことが必要なんだ、こんなことを考えなきゃいけないんだっていうふうに思うとですね、きっと学べると思うんです。で、大学の授業っていうとですね、ここを覚えときなさいよなんていうふうには教えてくれません。自分がこれは知っといた方がいいなと思うから学べるんです。それから動力になると思うんです。勉強する範囲も広くなりますけど、ある意味ですね、大学はですね、もう学びのバイキングなんです。バイキングじゃない、ビュッフェスタイルっていうんですか。つまり大学は図書館もあれば先生はいつでもいる、学べる人は学びたいだけ4年間学んで、どっさり学んで出てってほしいんです。なので、せっかく大学来るんだったら、こういうふうになりたいっていう目標を持って入ってきて、そしてどうぞ先生のところに行って、これは何ですか、あれは何ですか、質問して、図書館に行って調べて、さらに質問してって、そんな風にして自分のなんか教えてもらうっていうよりかは、自分から学び取るんだっていう気持ちで勉強をしてもらえたらなと思います。で、確かにいろんなこう迷いはあると思うんですけど、まずは子ども教育学会に入ってもらうとですね、あ先生になれるかもしれない、保育士になれるかもしれないっていう夢がどんどん近づいてきますので、迷ってる方はどうぞうちの学会来てほしいと思います。面白い先生とか優しい先生とか楽しい先生とか素敵な先生とか、どうですか、皆さんどんなふうに思ってますか。そんな先生になってみませんか。これから先いろんなことを知ってほしいと思います。そしてそれを子供に伝えてほしいなと思います。そして大学に来てもっといろいろ勉強して、子供たちと一緒に成長できるような先生、そんな先生を目指してみませんか。子ども教育学科ではいろんな先生が皆さんを待ってます。どんなことを伝えようか、どんなことを教えようか待ってますので、ぜひ子ども教育学科へお越しください。